けましておめでとうございます。去年は YouTube を始めた年でもあって、私にとっては本格的に自分のヘアアクセサリーブランドを始めたりとか、新しいことをたくさんチャレンジした年でもありました。皆様どんな1年になったでしょうか。去年はいろいろ新しいことにすごいたくさんチャレンジをして、わからないこともたくさんあったり、いろんな方にたくさん助けていただきました。今年もですね、どん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 また新しいことに挑戦していきたいなと思っているので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 YouTube の方でもヘアのことはもちろん、美容のことだったりインテリア、ファッションだったりとか旅行だったりとか、いろんなことについてまた情報を発信していきたいと思っています。今日元旦のお正月はですね、こんな感じで京都と実家に帰って着物を着てみたりとかして、家族集まってワイワイ過ごしました。もう今夕方ですね。これからまたずっとお昼ご飯食べてたんですけど、またちょっと軽く食べて、テレビでもみんなで見ようかなという感じです。皆さんにとって幸多き年になりますように、2022年も、どうぞよろしくお願いいたします。